はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます今日はねすごい久しぶりになっちゃいました TravisJapan の音源というかね映像を見ながら勝手に歌声解説をしていこうかなと思うんですけれどもこれアップされてるのが2024年3月の18日ですからもう10日ぐらいね10日弱か1週間ぐらい経ってる、えー、ですけども4枚目のシングル「 TGI Friday Night という楽曲のこれは3月18日にデジタルリリースされてるんですねのですねミュージックビデオになってると思いますけれどもこれね3月18日に公開されて今私が見てるのがもう24日なので1週間ほど経ってるのにまだまだ人気急上昇中の音楽14人シャープ14人いますからで再生数も 70万 7, 回というやっぱりねたくさんの方がこう興味を持って見てると思うんですけど私もね一時ねすごい見させていただいてあのなんかね全体的にちょっとこう一つの楽曲のパフォーマンスなんだけどミュージカルというか舞台みたいな,なんかすごいなんてつうのかな完成度というのかジャンプして着地するところもなんかファッとこうね演技してるみたいなという。 ぼやっと,ボヤッとしたこと言ってますけどというね印象があってなんかまあアイドルグループなんですけれどもちょっとこうミュージカルそれから演劇そして歌も歌うグループみたいなちょっとねただのアイドルグループとまたちょっと違うぞイメージが私ずっとあるんですけど久しぶりにちょっとねこの動画気になりましたのであの事前にはいつも見ておりません。今から初めて、 この映像、楽曲を聴かせていただいて思うままにお話をしていこうと思います。トラビスジャパンの公式 YouTube チャンネルに上がっています。トラビスジャパン TGI フライデーナイトミュージックビデオ3分35秒の動画いってみましょう。再生ぽん。おなんかクリーム色の車がいっぱい風船付けてきて、あそこからみんなメンバーが降りてきた。 キーンですね。られちゃうみたいな感じで出てきまして。で、さあ、青い服を着たダンサーさんが、トゥンデかっこいいベース。で、で、トゥでってで、ってで、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 かっこいい,いん。で、で、じゃじゃっ手たたいて。かっこいい声。l e t I know what you are thinking. I want to f t h s one-wit.I want e いいね。I wanna be m a n my a

<music> うわキレイがい,いやっぱりすごい。ただたかい。いやい。フィアラペイチーチー。やい。きならたれやい。うまい。高い。わあ。回るの麗。れ <music> い,い笑顔だ、ね。わあ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 。わ

In the of めちゃくちゃいいじゃんほんとうわすごい足がこんなで飛んでる青い人みんな空中にいますけどあっかっこいいマイケル・ジャクソンみたいなね吐息吐いてます、oh! 高いめちゃくちゃかっこいいじゃん。でならだれだれかにファンだれがわあとしょくってのかっこいいうわきれがすごいいやうわ。 なんか飲んだいや TGI「T フライデーナイト」と今出まして風船がいっぱい上がっていきましたけどめちゃくちゃかっこいいめちゃくちゃかっこいいわこれ <laughs> あらららららら久しぶりに見て私今見ながらちょっと後悔しましたもん 「どうしててずっっと見てこなかったんだろううと思ってどうしたんだ私」っていうねどこでちょっとこう間を空けてしまったんだろうめちゃくちゃかっこいいあのーま、前編これ歌詞も英語でしたよね私が今聞いた感じでそれぞれメンバーがやっぱりものすごい私も英語喋れないんで偉そうに言えないですけどものすごいかっこいい英語のこの歌詞の歌い回し そしてリズム感、感グルー感そして高い音も低い音もみんな綺麗に出る一番最初歌い始めの方ねちょっとこうメッシュ入ってメッシュっていう今メッシュ入ってるこう歌い始めいたでしょもうその声の響きからめちゃくちゃいいからで今こう誰が誰っても,もうノエルくんだけねお名前と顔が一致してるんですね他の方も結構今バラエティ出てるから あの顔はわかるんですけどちょっと名前がねもうほんと申し訳ないファンの方たちにはでもちょっと間が空いちゃいましたけど私は「t r a v i s j a p 行きます」あ「行きます」っていうのはちゃんともう一回しっかり見ていってあの川島ノエルくん以外の人もパッてすぐ見てねあの真ん中でほらリーダーの子なんてよく見るじゃないですかテレビとかでもで他の子もちょいちょいあのほらあんまりこうね 頭ののよろしくなないいいキャラクターの子もいるじゃないですかでも顔は分かるんですけどちょっと名前をちゃんとまたしっかり覚えますでこれあの私も歌専門ですけどこのバッとみんながこうね足の動きとか体の動きとかこう揃った時あとくるっと一回回った時とかにやっぱり最初にね今見る前に言いましたけど、まあ、もちろんアイドルグループなんだけれどもプラスなんか というのかかななんクルッと回るだけでもこう芯がしっかりあってだバレエダンサーみたいな回り方するというかで足の動きとかもこうねみんなもちろん同じことやるんですけどその,この動いてくこの動きの経過まで全部一緒というか飛まるタイミングはもちろんだけど。 相当これシンクロっていうのかなだから私はダンスは全然わからないけど動き見ててもおおーっとちょっとテンション上がるし、まあ、これ歌もね本当に高いとこ低いとこ難しいメロディーいってますよで「レグレーテグレーレグレーレグレーレグレー」みたいなこう降りてくるとこなんかも、まあ、簡単そうにこう音を取ってるように聞こえるかもしれないですけどめちゃくちゃ難しいんです。いやでもね いいや全部すごい歌もそれから歌声の響きもそしてリズム感グルーヴ感そして歌詞のね英語のこうのっけ方というか歌い回しそこにまあダンスもあるしで楽曲もかっこよければちょっとこうせ政治政治じゃないさらりとセロリじゃないさらりと上のハモリとかふわっと難しいのが入ってたり。 だらだからだからって言ってる人でガて違うとこがちょっといたりそのコーラスワークみたいなものも非常におしゃれでありかっこいいでもそれも難しいフレーズもさらんとみんながやってるからちょっと今日私これ TGI フライデーナイトこれ移動中に聞きまくろうものすごくかっこいい素晴らしいはいちょっと私あのいろんな楽曲またね えー、ここで気持ちテンションうわっと再燃でトラビスジャパンちょっと詳しくまた聞いていこうと思いますので、えー、これを見つけていただいたねこの動画見つけていただいたトラビスジャパンファンの皆さん、えー、ちょっと前までねちょっと前にちらっと見てすっかり間空いてこの野郎と思ってるかもしれないですけれどもちょっともうちょっと温かい気持ちでねやっと気づいてくれたがさえがという気持ちで。 これれもも見てごらんよ、あれも聞いてごらんよいろいろ教えていただきたいなというふうに思いますので皆さん是非ちょっと TravisJapan 私ねどん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 また聴、えー、いていきたい見ていきたいと思いますのでお手数ですけどファンの皆さんちょっといろんなことを教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。うん、ということで久々に聴いて見てみた TravisJapan。トラビ めちゃくちゃかっこよかったですという動画、今回はこんな感じで終了としたいと思います。皆さん、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。